ジョージ・ケイリー、第六代順段シクサージョージ・ケイリー、1773年12月27日から1857年12月15日は、イギリスの工学者で、航空学の父とも称される航空の先駆者である。航空工学の初期の研究を行うとともに、グライダー模型、友人のグライダーを製作した。固定翼機の他に回転翼機も着装し、模型を製作した。 表記は、ケイリー、ケイレイなどとも。19歳で家を継いだケイリーは、動力飛行実現の半世紀以上前に、航空の研究を行った。翼の揚力を計測する装置を作り実験を行った。1809年から1810年に、空中航行に関する論文を発表している。1804年には、手投げのグライダーではあるが、 固定翼機の原理を抑えた模型を製作している。その後飛行専用の蒸気エンジンなどの研究を行っていたが、1843年のウィリアム・ヘンソンの蒸気飛行機計画の騒ぎから、再び機体の研究を行うようになった。1849年に三洋のグライダーを製作。10歳の少年を乗せての滑空に成功した。1853年には、 単用のグライダーを製作し、ケイリーの漁車の操縦で100メートル以上の飛行に成功した。パイロットが自分は飛ぶために雇われたのではないといった話は有名な逸話である信憑性については口実。ケイリーはヨークシャーのスカボロー選挙区から出馬して1832年から35年まで、ホイックの国会議員を務め、王立科学技術会館。 ロイヤルパリテクニックインスティチューション、現在のウェストミンスター大学の創立に関わった、英国科学振興協会の創立会員でもある、数学者アーサー・ケイリーとは、当園の親戚である。ケイリーは、ヨークシャー州スカボローに近いブロンプトンイコールバイ、イコールソードンの出身で、5代目順男尺であった父の死により、ブロンプトン邸宅、ブロンプトンホールと辞書を相続した。 当時の楽天主義の流れに乗り、彼は後半にして多様な工学のプロジェクトに従事した。例として一部を挙げると彼は自動復元級なんて、テンションスポーク、ユニバーサルレールウェイ、彼の独自の言い方で今風に言えばキャタピラ付きトラクター、踏切の自動信号機、シートベルト、小型ヘリコプター模型、火薬で動く一種の実験的な内燃機関などを開発している。 またケイリーは、技師、熱気エンジン、電気、劇場の建設、弾道学、工学、土地の埋め立ての分野にも貢献している。ケイリー今日は今日では、有人グライダーの実験など、航空における先駆的な研究で記憶されている。彼は三部からなる歴史的著作をエアリアルナビ、空中航行についてを書き、ニコルスンのジャーナルオブナチュラルフィロソフィー、 ケミストリーザー,アーツに発表した。従来は、ケイリーが固定翼の着想を得たのは有名な銀製メダルのスケッチを根拠に1 7 9 9年だとされてたが、2007年、王立航空学会のロンドン図書館から、ケイリーの学生時代のノートが発見され、そこにあった複数のスケッチからケイリーが学生時代から飛行理論に関する考えを温めていた事柄かになった。 これらの絵を根拠に、ケイリーが1792年頃には傾いた固定翼面による揚力の発生という概念を持っていたとの主張もある。空気中を運動する物体に働く効力と、その速度及び、無え角との関係を知るため、彼は、その後ワーリング、アームアプラタス、回転腕装置を作っている。ケイリーはまた、ブロンプトン邸宅の吹き抜けで様々な形状の 回転翼を試験している。これらの科学的実験により、ケイリーはキャンバーのついた能率的な翼型を作り出し、そして航空機に働く四つの力、ベクトルを認識するに至った。四つの力とは、水力、揚力、効力、重力である。彼は、ロール方向の安定性を保つためには上、帰りズノが重要であることも発見し、熟考の末、 多くの模型の重心を翼の下に置いた。これらの力学的考察はハンググライダーの発達に影響を与えた。それ以外にも飛行の様々な理論面を研究し、今日ではケイリーは最初の航空工学者だと認められている。1804年までには現代の飛行機と同様のグライダー模型を作った。大きな単用の翼面が機体の全部にあり、 小さな水平、垂直尾翼が、機体後部にあった。1849年以前のある年に、ケイリーは、ヒレで推進される山翼機を設計、製作し、10歳の少年、名前や蘇生は、不明を乗せて飛ばした。後年、孫のジョージ・ジョン・ケイリーと住み込みの技術者、トーマス・ビック、トーマス・ビックの手を借り、彼は、大型のグライダー、これもおそらくは、ヒレを備えていたを開発し、 1853年に、ブロンプトンだに、ブロンプトンデイルを越えて飛ばしている。これの登場者、すなわち世界初の成人の飛行士は、ケイリーの御社仮名使い、もしくは出自だと言われている。ギブズイコールスミスは、それを、ケイリーの使用人、ジョン・アプルビー、ジョン・アプルビーというものだとしているが、決定的な証拠はない。1855年の、 ブリタニカ百科実典大発版の旧刊に曖昧な記述があるが、これが同時代の報告としては最たるもので、当時の権威がケイリーをどう捉えていたかを知ることができる。リチャード・ D。リチャード・ D によるケイリーの電気ザマン風、ディスクバード・フライト、ジョージ・ケイリーザ・ファースト・エプレインは、最初のパイロットは、ケイリーの孫、ジョージ・ジョン・ケイリー、1826年から1878年。 だと主張している。1853年の機体のレプリカがデレク・ピジョットによって作られ、かつて実験の行われたブロンプトンなニで1974年および1980年代中期に飛ばされた。このグライダーは現在ではヨークシャー航空博物館に展示されている。また別のレプリカが2003年に同地で飛行したパイロットは アラン・マクホワーターとリチャード・ブランソンであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。